だからとにかく生きるのは楽しく生きたわけ。ほどほどのストレスっていうかそのリスクも必要だけど、で、それを受け入れながらどんどん自分は楽しく生きればいい、というふうな考え方が変わりましたね。何回考えてもその被災、津波来た時に亡くなった人も決して亡くなろうと思って亡くなったわけじゃないし、結局ほんの何かのタイミングだけじゃないですか、ほんのちょっとの。でも生きてる以上はそれは大切にもっともっと追求しなきゃなっていう自分の中で、できることは何だって考えたらこれと楽しむこと、でそうなっていったら意外にこんな感じになって、でもこの喋り方をなんかね、ZIP の取材を受けた時に言ったらすいませんみたいな、取れ高は OK なんですけど、あまりにもその笑ってるのとは趣旨が違ってるみたいなって言われて楽しむというのは本当にね、表向きに言うとただ笑ってって言うんだけど、実際楽しむために苦労は絶対あるんですよ。そうですね、楽しみに行き着くまでに乗り越えないことが何個かあって、人それぞれなんですよ。俺はそれは適当に乗り越えただけで、楽しめない人もいるわけだし、でも最終的には楽しんでもらいたいんです。受け入れた上でいろんなもの、なくしたものもいろいろあった上で、自分それぞれの楽しみを味わってもらいたいんですよ。だからまだ楽しめない人もいるし、そういう人たちに楽しんで楽しんでとも言えないけど、だけど自分はこうっていうのだけは伝えたいってだけで、それしかないですね。だから、自分はこうと、でそれを広めようとは思ってないですよ。さっきの通り一人でやってくれるって、でそれに賛同してくれる人が集まればそれは何がないけど、まだそこまで見てないから、スケートボードとかさっき音楽でもそうなんですけど、年取っても別にプロにはなんねえけど、それなりに楽しめればいいって、自分の目標をクリアできればいい、50になってこの技ができたら、それはそれでいいボールだから、じゃあもっとスタイリッシュになるとか、そういうものがテーマ。1日ゴルフの素振りと同じように、30分やらないと体が忘れていくから、30分つけ忘れて、なるほどね、これから行きます